ちょうど表示が出ましたね。今回は来年の3月で廃止が決定した京葉線のめちゃくちゃ早いらしい通勤快速に乗っていきたいと思います。なぜ廃止が決定したのか、その実情も見ていきたいところですが、まだ発車まで30分ぐらいあるんですけど、もうお客さんがちらほら並んでいるじゃないですか。すごい需要の高さですね。折り返し18時14分発通勤快速鳴門勝浦行きとなります。京葉線で一番ロングランな列車なのではないでしょうか。片方は勝浦行きだそうです。ずいぶん遠くまで行くんですね。そしてもう片方は鳴門行き。ちょうどホームに入ってきましたが、前面の行き先表示が2段組になっていましたね。さて今回僕は前に連結している4両の鳴門行きの方に乗車していきます。そして見てくださいよ、この停車駅、新木場の次は蘇我。いきなり京葉線の終点が出てきましたけれど、本当に停車駅は絞られているんですね。さて車内に入ってきました。今回は終点の鳴門までひたすら乗車していく予定です。そして今日はダイヤ改正で、この列車の廃止が決定してから最初の平日の夜、つまり1本目の通勤快速だったわけですが、その実情はお葬式快速になり果ててしまっております。ホーム上、そして車内は鉄道ファンで溢れかえっておりました。それだけこの列車の注目度合いが高いということもよくわかりますね。それにしても勝浦も鳴門もどちらも外房を割と走った先にあるところまで1本で行けてしまうわけですから、そりゃあね、外房民からこの列車は重宝されますよ。東京駅出発直前ではご覧の通り、列車の座席はすでに全て埋まっており、外房線沿線民からのこの列車の需要はかなり高いことがやはり伺えますね。さて東京駅を出発です。この電車は LCD にも、うわぁ、とんでもない表示がなされてますよ。何ですかこの通過駅の多さは。新木場から次の蘇我までは21分、驚異の長時間無停車です。これは関東近郊の通勤電車の中ではおそらくトップクラスに長いのではないでしょうか。さて一つ目の貴重な京葉線内の停車駅、八丁堀に到着。うわすごい、たくさんのお客さんが待っています。この八丁堀から通勤快速に乗るお客さんも多いようですが、すでに東京駅で座席はすべて埋まっておりますので、あの人たちは外房まで立ちっぱなしってことですよね。帰宅ミッションウルトラハードモードでございます。さて越中島駅を通過。昔は八丁堀を出ると次が蘇我だったそうです。それじゃ本当に特急じゃないか。昔の JR って太っ腹だったんですね。さて線路が左に分岐していきましたが、あちらは東京レールセンター越中島貨物駅と京葉線を結ぶ補修用車両のための渡り線のようです。さてこちらの塩見駅も通過。塩見駅を出ると次の新木場までの間、ほぼ直角のとんでもない急カーブを曲がることになります。それがこちら、トラス橋の構造になっていますが、夢の島橋梁というそうなんですけれども、こういう曲がった橋っていうのはめちゃくちゃ珍しいですよね。そして新木場駅に到着。うわぁ、これはもうこの列車に対する死刑宣告ですよね。ホームを埋め尽くすほどのたくさんのお客さん、新木場からこんなにたくさんの乗車があるんですか。この通勤快速を廃止するにはもったいなすぎる需要だろうと思ってしまうんですが、この混雑こそが廃止される一番の要因なんでしょうね。おそらくこんな感じ、一番前の車両ですからまだマシですが、ほとんど満員電車の状態。この通勤快速への乗客の集中、これを解決するために京葉線はユーラッシュ、そしてアサラッシュの列車をすべて各駅停車にするというダイヤ改正を行ったのでしょう。まだ東京にいるのに蘇我の話をしてますよ。なんてせっかちな列車なんだ。そして右側見てください。うわ綺麗ですね。葛西臨海公園の観覧車、そのライトアップを間近に見ることができます。そしてその葛西臨海公園駅を通過。この駅は2面4線で列車の追い抜きができる構造になっております。この列車もご覧の通り、右側に止まっている武蔵野線直通の普通列車を追い抜かしたところでした。
そして次の車窓の見どころはこれですよね。右側映っておりますディズニーランドのホテルです。いや、夜になってライトアップするとめちゃくちゃかっこいいですね。本当にディズニーのお話の中に迷い込んだかのよう。そしてその最寄り駅舞浜を通過していきます。舞浜を通過する通勤電車というのはもうこの列車だけなんじゃないでしょうか。いや、気持ちいいですね。この時間なんか特に、うわー車内がミッキーマウスでいっぱいだよなんて、そういう思いをしないで平和に帰れるわけですからね。なんとも心の休まることです。そして新浦安駅を通過。この駅も2面4線、左側に止まっていた普通列車を追い抜かしました。ものすごいペースで列車を追い抜かして走っていますね。この通勤快速最優先でダイヤが組まれているみたい。あー気持ちいい、優越感だ。列車は次の駅市川塩浜も通過中。この駅は駅名の通り、昔この辺りに塩田が広がっていたんだそう。めちゃくちゃそのまんまですよね。にしても駅に思ったより多くの人が待っていましたけれども、この辺り工業地帯なのが関係しているのでしょうか。京王線は様々な方向に帰宅ラッシュが盛んです。そして左側高速道路を通る自動車の明かりがクリスマスツリーの飾りみたいな綺麗な色になってますね。心が癒されます。鉄道ファンをやっているとクリスマスとは全く無縁になってしまいますからね。皆さんはどうでしょうか。さて、鉄道ファンがクリスマスより喜ぶものといえばこちらでしょうね。京葉線のデルタ地帯でございます。ちょうど下に線路が分岐していきましたけれども、こちら武蔵野線方面の線路ですね。西船橋駅に左側向かっていきます。そして京葉線は右側に大きくカーブ、次の二俣新町駅に入っていきます。この駅ももちろん通過。二俣新町って聞くと、この辺りで京葉線と武蔵野線に線路が二俣に分かれているからこういう名前になったんじゃないのって思っちゃいますけれども、これ全くの偶然なんですよね。二俣というのは近くを流れる二俣川から取っているようです。そしてちょうど今西船橋からやってきた武蔵野線のもう一方の線路と合流しまして、南船橋駅に入っていきます。この駅も2面4線ですけれども、ここで各駅停車を追い抜かすことはしなかったようです。さすがに毎回毎回は抜かしませんか。そしてこちらが新習志野駅。この駅珍しい構造ですよね。3面4線と言えばいいのかな。この構造の駅ってなかなか見かけなくないですか。南海の新今宮ぐらいしかパッと思いつきませんが、 A 列車で行こうっていうゲームだとよく出てきますけどね、この構造。列車は次に今年の3月開業しためちゃくちゃ新しい駅、幕張豊砂を通過することになっているんですが、見てください、さっきまであんなに快調に走っていたのに随分スピードが落ちてますね。お客様にお知らせいたします。ただいま4号車に具合の悪いお客様おりますので、これより確認を行います。なるほど、その確認のために列車は減速していたんですね。お客さんの体調が快方に向かうことを祈るばかりです。さて、前方に幕張豊砂駅が見えてきまして、左側は京葉車両センターです。おっと、この列車は幕張豊砂に救護のためでしょうか、臨時停車するみたいです。これはちょっと珍しい体験になってしまいましたね。お客様にお知らせいたします。ただいま5号車に具合の悪いお客様おりますので、幕張豊砂に臨時停車いたします。とのことでして、やっぱりこの列車は幕張豊砂駅に停車するみたいです。通勤快速がこの駅に止まったのは初めてではないでしょうか。で、結局この駅には8分ほど停車していまして、ゆっくりとホームを離れていくところです。こっから列車は多分ものすごい回復運転をするんじゃないでしょうか。さて、前の方に幕張新都心の高層ビル群が見えておりますが、さっきの幕張豊砂駅なんですけれども、あちらは近くにあるイオンモールとかそのあたりの西岸によってできた駅なんだそうですね。いやー、駅名が幕張イオンモールイーストゲートとかにならなくてよかったですね。さて、この海浜幕張駅もかなり大きい駅ですが通過していきます。右側止まっている各駅停車を追い抜かしました。本当に堂々とした特急のような走りですね。一体東京駅から何本の列車を追い抜かしたんでしょう。この県見川浜駅も通過、そして次の稲毛海岸も通過です。どん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 駅を飛ばしていきますが、そろそろ京葉線もラストスパート。というか、この辺り2面2線の対比のできない構造の駅が連続しますので、あの海浜幕張で各駅停車を追い抜かす必要があったのでしょう。そして京葉線最後の駅はこちら千葉港駅です。左側に千葉都市モノレールの始発駅ホームが見えておりましたね。このモノレールは日本で数少ない懸垂式モノレール、そのレールが左側にちょっとだけ見えております。いやー、ほんと豪快な走り方でしたね。最後蘇我駅に向けて急な右カーブを曲がっていきます。特急顔負けの走り。
京葉線の車窓の紹介が長くなってしまって恐縮ですが、ここで終わり、蘇我駅に到着です。左側のホームに何やら列車が止まっていますね。これは多分内房線の列車かな。千葉駅からやってきて外房に向かっていく人たちがこの蘇我駅でもたくさん待っています。まだまだこの通勤快速の混雑はやまなそう。すごい需要の高さです。さて蘇我駅に到着、多少はお客さんの入れ替わりがありましたが、混雑率はほとんど変わっていないんじゃないでしょうか。いやー、これ新木場から乗ってる人とか地獄すぎませんか。ずっと立ってるわけでしょ。なかなかしんどいんじゃないかと思います。まあ各有僕もずっと立っているわけですが、ちょっとここで立ち位置を変えようと思います。鎌取駅で割とお客さんがおりまして混雑に余裕ができましたので、ここからは側面の車窓の旅。映像ではぬるっと外房線に入ってきてしまいましたが、この通勤快速、京葉線ではあんなにオラオラ言わせてたのに、外房線に入った途端周りと行動を合わせてしまうようになります。日本人みたいですね。さて外房線2つ目の停車駅本田に到着。この駅では長時間停車となります。一旦ホームに降りてみましょう。長時間停車となる理由は、ここで通勤快速2つの行き先、2つの編成に分割されるからです。ちょうど今その分割作業を行っているところ。前4両の鳴門行きが先の出発、僕は鳴門行きに乗っていますんで早めに車内に戻っておきます。そしてこの本田駅の出発は分割作業直後の出発となりますので、だいぶゆったり慎重にホームを離れて行きます。こんな感じね。なお車内の座席は依然として全て埋まっておりまして、この通勤快速の需要の高さを改めて確認できます。さて次の時計駅を出発中。この列車面白いところは分割併合を本田駅で行うところにあるんですよね。実は鳴門行きも勝浦行きもこの時計駅、そして次の大網駅を通るんですが、列車の行き先方面が分かれていく大網駅で分割を行うのではなく、手前の本田駅で行うんですよ。その理由は後ほど明らかになるんですが、その影響で時計駅と大網駅は割とローカルな駅にもかかわらず、この時間帯 2,3 分間隔で列車が一気にやってくることになります。なかなか面白い走り方ですよね。さて大網駅に入っていくところ、あれホーム向こうにあるんだけど、おい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 どこ行くんだよって、これめちゃくちゃ脱線して草原を走っているわけではなく、列車は東金線ホームに入っていったんですね。向こうの長いホームは外房線のホームです。大網駅はこんな感じで外房線のホームと東金線のホームが Y の字になるように分岐しているんですね。この外房線と東金線の間の連絡線を走っていく列車はそう多くはありませんので、あの景色はだいぶ貴重なものとなります。列車は東金線に入りましたが、まだ座席はほとんど埋まっていますよ。本当にすごいですね。この通勤快速外房のお客さんを一挙に集めていたことがよくわかります。まあ4両編成なのでめちゃくちゃお客さんが乗っているってわけじゃないですけどね。さて次は福田原駅、東金線に入って急になんだか千葉県のローカル線っぽい駅名になってきましたね。ローカル線って僕の偏見ですけれども、割と2文字でシンプルな名前が多いような気がします。名字みたいな名前の駅とか結構多いですよね。というわけで列車は福田原駅に到着。うわ、こんないい感じの雰囲気の駅に東京から1本で来れるんですから、この辺に住んでる人にとっては正直めちゃくちゃ便利な列車でしょうね。そして東金線に入って列車はかなり揺れるようになりました。東京近郊の路線とやっぱり線路の保線状況というのがだいぶ違うような気がします。なんだかローカル線に入ってきたなという感じがしますよね。東京住みの僕にとっては鉄道小旅行をしているような気分でめちゃくちゃ楽しいです。さて次は東金駅、車内の様子なんですが、やっとこの辺りまで来て空席が目立つというか見つけられるようになりました。いやすごい、本当にお客さんが多い列車です。さて東金駅に到着。ここは千葉県東金市の中心部、割と主要な駅でございますから、こんな感じで車内の半分ぐらいのお客さんが降りていきましたかね。そういえばこの列車8分ぐらい遅れていましたけれども、この駅に着く頃には遅延は3分程度に縮まっていました。とんでもない爆走回復運転をしてきたんですね。さすがこの通勤快速。次は愚明駅です。漢文訓読で名を求むと読んで愚明なわけですが、頭がこんがらがってきてしまいますよ。現代語訳したら名前募集中駅ってことでしょ。どういうことですか。なかなか面白い駅名ですね。当の愚明駅に到着。向かい側には列車の交換を行っているのでしょうか。209系が止まっています。あの列車も直に引退してしまうでしょうね。この光景も全くもって過去のものとなってしまうでしょう。
さて、このグミョ駅を出たところで、だいぶ車内の座席には空きが出てきて余裕が見えるようになってきましたね。それでも終点の鳴門まで乗る人は割といるみたい。東京駅から83分経ちました。ずっと僕は立っていて満員電車にも揉まれていたわけなので、さすがに疲れてきましたね。これ毎日やってる人は大変ですよ。絶対に東京駅から乗った方がいいでしょうね。さて、奥の方から総武本線が合流し、終点鳴門駅に到着です。もう向かい側にまた209系が止まっているじゃないですか。向こうは総武本線の銚子駅みたい。この列車を待っていたんですね。ここから向こうの銚子行きに乗り換えれば、東京から銚子まで割と短い時間で特急を使わず楽に向かうことができるダイヤなんですね。なかなかよくできています。それにしてもいい雰囲気の駅ですね。駅舎も結構古そうだし、鳴門駅で降りるお客さんが割と多いみたい。銚子行きに乗り換えるお客さんはそう多くはなさそうです。こんなところまで東京駅から一本で来ることができるんだから、偉大ですね京葉線って。ちなみにここまでやってきた車両は折り返し東金線の普通になるみたい。東金線内で完結するこの色の車両があるんですか。なかなかこれも面白い列車を見ることができました。さて、僕はここから東京に帰るわけですけれども、ホームが寒くてしょうがないので、この電車はね、鳴門駅に30分ぐらい止まっているみたいなんで、車内で休みます。途中、これも来年のダイヤ改正で廃止が決定した255系を見送ることもできました。まあ結局京葉線のこの通勤快速に集中していたお客さんを、あの特急とか総武線快速に流すことによって混雑を緩和するというのが今回のダイヤ改正の狙いの一つなんでしょうね。そんなことが分かりました。なかなか乗ってて楽しい列車でしたね。にしても寒すぎる。ちょうどね、向かいのホームに入ってきました。こいつで僕は東京に帰ろうと思います。実はね、この間30分ぐらいあったんですよ。いや、まだまだ東京の僕の実家への道のりは長いですけれども、皆さん今回の動画はここまでにしたいと思います。携帯の充電がなくなってしまってきたんでね。ではご視聴ありがとうございました。